アンドレ・カーク・アガシは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の元男子、プロテニス選手。右利き、バックハンドは、両手打ち。ATP ツアーのシングルスで、男子歴代8位となる60勝、ダブルスでは1勝を挙げた。史上唯一のキャリアグランドスラム、オリンピックシングルス金、メダル ATP ツアーファイナルチャンピオンシップ優勝の3冠の、スーパースラム達成者。 4大大会通算発祥は、ジミー・コナーズや、イワン・レンドル・ウラと並ぶ、男子歴代8位大記録。父親はイランからの移民者で、アルメニア系の元ボクシング選手であり、母親は、イングランド系の白人である。姉のリタは、往年の名テニスプレイヤーパンチョ・ゴンザレスの、最晩年の妻でもある。妻は、同じくテニス選手のシュティフィグラフ。アガシは4人兄弟の末っ子として生まれ、 4歳からテニスを始めた。13歳の時、彼はフロリダ州ボカラトンにあるニック・ボロテリー・テニス・アカデミーに入学した。1986年に16歳でプロ転校。1988年全仏オープンと1988年全米オープンで初のベスト4に入り、ATP ツアーでも年間6大会に優勝して18歳で、 世界ランク3位に躍進した。しかし1990年全仏オープン決勝では、アンドレス・ゴメスに同年の全米オープン決勝では、ピート・サンプラスに敗れる。翌1991年全仏オープン決勝では、少年時代からのライバルであった、ジム・クーリエに敗れて2年連続の準優勝に終わった。1992年ウィンブルドン選手権決勝で、 ご覧にはニセビッチをフルセットの末に破り、祝願の4大大会初優勝を達成。その後1994年全米オープンと1995年全豪オープンでも優勝し、1996年アトランタ五輪では決勝でスペインのセルジブルゲラを破って金メダルを獲得した。1997年4月には、 女優のブルックシールズと結婚するが、わずか2年で離婚する。それからしばらくは極度の低迷に陥り、同年末には世界ランキングを141位まで落とす。しかし、当時のコーチであったブラッド・ギルバートの指導により、徐々に復調を果たす。1999年全仏オープン決勝で、アガシはアンドレイ・メドベデフに2セット選手されてからの大逆転で破り、 1969年のロットレーバー以来30年ぶり史上5人目のキャリアグランドスラムを達成した。この偉業で再び波に乗ったアガシは、同年の全米オープンで5年ぶり2度目の優勝を遂げ、2000年全豪オープン2001年全豪オープンで大会に連覇を果たした。引退直後のシュテフィグラフと交際し、2001年10月22日に再婚した。 同年代のライバルたちがほとんど現役引退した。後も、アガシが世界トップ10の活躍を続けてきたのは、四大大会通算22勝を達成したかつての名選手、グラフの内助の功が大きいとされている。2003年全豪オープン決勝戦でライナー、シュットラーを破った後、しばらく四大大会の決勝から遠ざかっていた。 全仏オープンでは2004年と2005年の2年連続で初戦敗退を期している。2005年全米オープンで35歳にして3年ぶり6度目の全米決勝進出を果たしたが、第1シードのロジャー・フェデラーに3から6、6から2、6から7、1から6で敗れて準優勝に終わった。アガシは2006年6月24日に会見を開き、同年の全米オープン終了後に、 現役引退する意向を表明した。最後のウィンブルドン選手権では、3回戦で、第2シードのラファエル・ナダルに6から7、2から6、4から6で完敗した。そして、現役最後の大会となった全米オープンでは1回戦で、アンドレー・パベルを2回戦で、マルコス・バグダティスを破ったが、三回戦で、予選勝者ベンヤミン・ベッカーにからからから 5から7で敗れ、21年間の現役生活に終止符を打った。アガシの ATP ツアー初優勝は1987年11月のイタパリカでの大会で、最後の優勝は2005年7月のメルセデス・ベンツカップ大会であった。ライジングショット、リターンを得意とした1990年代から2000年代前半有数のグラウンドストローカー。愛称から 1990年代、2000年代前半のビッグサーバーたちをカモにしていたが、クーリエちゃんとグランドストローカー同士に惑戦することもあった。ハードヒットするときにヘビースピンからフラットまで幅広く打ち分けられるのも大きな特徴。インパクトの時間までコントロールできるような天才的なボールタッチを持っている。そのため球種も豊富で、 縦方向と横方向と両方のボールコントロールに優れている。バックハンドは安定性を重視しており、リストワークでトップスピンの量を調整できる。世界一と言われたリターンは小さなテイクバックから強打する技術があり、さらに不十分な体勢でもしっかりと返せるリストワークや面の操作のうまさがある。そして打球反応やハンドアイコーディネーションも良く、 早いタイミングで正確にボールを捉えられるので、ミスも少なく攻撃力も高い。どんな相手にも常にポジションを前にとって、プレッシャーをかけ続け、相手のファーストサービスの確率を落としていく。アガシは若い頃から、ライジング打法を用いた積極的に攻めるテニスを得意としたが、ともすると強引にエースを狙いすぎる傾向があり、自分のリズムを崩してしまうこともたびたびであった。 キャリアの後半は、ライジング打法をカウンターとして持ち、非常に安定したテニスを繰り広げてきた。グラフと二人の子供と共に、ネバダ州ラスベガスに在住。カリフォルニア州サンフランシスコ周辺にも2300万ドルで購入した豪邸がある。2001年、アンドレアガスチャリティ基金を設立。定期的に主催するチャリティイベントグランドスラム4チルドレンには、スティービー・ワンダー、 ロッド・スチュワート、ビリー・ジョエル、デュラン・デュラン、マライア・キャリー、アッシャーなど、非常に豪華なミュージシャンが参加し、これまでに6000万ドル以上の寄付金を集めている。2009年11月9日に出版された、自助伝、オープンの中で、1990年の頃のロックスター、さながらの縦紙のような挑発はカツラで、 ブルックシールズの説得により1994年末にスキンヘッドにしたと告白。また、1997年には覚醒剤であるメダンフェタミンを服用していたという。2011年7月に国際テニス伝堂入りを果たした。2015年1月に夢対決。トンネルズのスポーツ王は俺だ。スペシャルに出演。2020年の6月には長男が MLB のドラフトに指名されなかったことが話題になった。シングルス、15シングルス、4シングルス、1シングルス、23W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2014年3月19日までの、勝敗記録世界ランク最高10位以内で5回、以上の対戦がある選手。 世界ランク1位在位者、グランドスラム決勝で対戦のある選手を記載。太地は世界ランキング1位経験者。ありがとうございます。